どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ベアスパイネットワークということで、グマのスパイネットワークということでしょうか。まああんまり訳すことないですまあこのワードだけでなんとなく意味を察してください。でスパイって聞いたらスパイファミリーを思い出す方たくさんいると思うんですけど、10月からの2期楽しみですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.80%。 いや僕がやるトロールコースでクリア率 1.8% って結構高めだから、サクサクいけちゃうんじゃない。すいません、なんか福岡弁出てしまいました。あ、枯れ葉くれるんだね速攻で。開幕ドクルマー、なるほどね、今日は自ら飛び込む開幕シリーズっていうわけね。セルフ開幕か。じゃあ右のイキアプキノコ、裏にクリボーがいるんじゃないのかな。で上から取ってみます。ファイヤー、いや全然熱いね。上の氷溶かしていけそうなんだけど、あっち多分罠だよ。こっちが正解だねきっとこの忍者は嫌な感じかしない。でも僕はこのハテナブロックがツタなんじゃないかなと。豚とキノコ、今日豚汁でも作ろうかしら。え、これ閉じ込められた感じ。正解されたでござる。じゃあここはフラワーを取って上の氷ブロックを溶かして進もうか。一個でいいよ溶かすのは。あんまり溶かしすぎると変なことになっちゃう可能性が多いからね、トロールコースって。そして次はカメが2体いるけど、これ踏まなきゃいけないよね。あ、普通に踏ましてくれるんだね。そしてノコノコすごい気になる。羽を奪っておこうか。翼をなくしたカメ、まさに高めだね。そしてこの四角のブロックは何もしない。そしてこのハテナはアイテム。いや右のブロックが。やられてもいいから誰かを用意しとけ。上の四角かな、これ以外もうないんだけど。あ、鉄球か。そしてあ、ちょっと待って、右の黄色か危ねえ、線で繋がってたからさ、キノコだとは思いました。さあここで上のチタン登っていけばいいのね。今日はなかなか絶好調だよいや絶対あんなところにオンオフなかった。ガリガリの中とか隠してんじゃないの。そんなわかるか。ほらね、ガリガリがあるでしょ、この上にオンオフみたいな。いやこれはわかんないって。この制作者さんは卑怯なようだ。正々堂々と僕と勝負してほしいですね。さっきと違うやんか。なかなかやるね。そっちがそのつもりなら僕も何かのつもりで行こうじゃないか。じゃあここは四角の枠は叩いてよかった。そうでしょ、上鉄球が降ってこないよ。ええー、キノコ、僕を見捨てないでよ。そっちに行かないで。キノコ様、正直めちゃめちゃ感心してるね。オンオフをするだけでさ、あんなメットに乗れたりとか、ここの罠を変えることができるんだね。これは、なるほど、これが鉄球っていうわけなのか。さっきコインだったよね。いやすごい、すごいと言っとか僕はまだ負けてないぞ。気持ちでは負けてないからな。ここ鉄球が来るんじゃないのか。よしよし大丈夫そうだね。これは2分の1上に行くか下に行くかみたいな。ちょっと上に行ってみようか。上は、え、ヒント、え、じゃあ右下は何だろうね。これはさっきの場面とめっちゃ似てるけど。あー、なるほど、そういうことか。これオンオフをして、さっき忍者がいたじゃん右下の土管に、そこに入るっていうことでしょ。いやさすがだね、一本取られた。どうか言うとでも思ったか。まだ心は折れてないぞ。戦はこっからなんじゃ。ここでオンオフをして右下の土管に入る。これでなんか変わってんのかな。さっきは閉じ込められただけだったけど、これで行き道が何かできるみたいな。あー、なるほどね、左にツタが出てくれるのか。じゃあここのキノコ一応取っていこう。一旦当たってもいいように。あのツタは怪しいよ、上から弾が降ってくるみたいな。あ、あんまないのか。何か用意しとけよ。じゃあここの扉に入っていきたいと思います。そろそろ中間ポイント近いんじゃない。うわ、まだっぽそうだね。この亀の甲羅、右左に投げてみようか。左に投げてみます。そして避ける。そしたらどうなる。じゃあここさ、枠の通りでよかったんだね。あそこで亀の甲羅を投げて、ここで待っておけみたいな。ここは親切設計なんだね。そういうとこあるよねこの制作者って。そろそろ中間待ってほしい。何もしない、一緒よし。一番左か、一番左で待っておけばよかったのか。来るなよ、絶対に来るなよ。来るなっつってんだろ。左もダメ、止まってもダメということは、右にダッシュすれば大丈夫。皆様大変ご迷惑をおかけしました。ここはパワーブロックは投げるんでなくて、置いてパックンを倒す。そしてドアに入ればこの石エイジを。いけるな、ね、よしよし
さっきの恨みだぜ。そしてドアに戻ればいいっていう感じなんかな。あ、そんな感じだね。そしてこのバックを抜けて土管の方に入れば先に進めると。いや、面白くなったね。中間ポイント無事取れました。そしてこのキノコは取れないね。この上は何もないのか。いや、ここ急いで行けっていうことなんかな。なんで右ダッシュしたら、あー、やっぱダメだね。ということでここの左の穴落ちてみます。あー、なるほど、ここにキノコが出てくれるのか。そしてこれはなんだろうね。この果てなボブヘ、これは熱いんじゃない。なんか右上砲台がいるけど嫌な予感しかしないね。大丈夫、この下は。そして鍵を取って戻る。いや、ちょっと待って、これ戻れんくない。いや、隠してるわけないのか。なるほど、こういう C 耐久っていう感じね。この鉄球にタイミングよく当たるとこんなのぬるいんですよ。めんどくさいな、いちいちオンを控えなきゃいけないの。そして今度はチビだからちょっと当たりにくいんだよな。どうなると思いました。次に成功してみせます、これで。はい、やっほー。さあ、もう落ち着いていこうか。ここから無言で集中していきたいと思います。ここで何もしなかったら鍵は取れると、そういうことですね。ここは右押しっぱじゃない、左押しっぱする、逆に。わかってんだよ、このブラバが。うれ。聞かねえな、このブラバ最強伝説ブラパ界。じゃあここは上、どうしよう、下。いや、下、もうこっから行ってみるか。もう運でしょこんなの。そしてこの乗って上に行く。うわ、完全に今来たよ、これ。来てる来てる。そして下かな、下かな。うん、そう来ると思った、なんとなくそう来ると思ってた。そしてここは蹴る、これで合ってんじゃないのか。やばい、今日やばい、このままゴールまで突き進む予感しかしない。何この順調さ、まずい。これ高的に大丈夫ですかね。ここは上に逃げる、それで正解だと思います。さあどうなる。チェックポイント2はそろそろ欲しいよ、チェックポイント2。どうすればいいのこれ。え、マジでわかんないね。チェックポイント2も取れてないし、なるべくやられたくない。ここまでも、いや無理だね、これはやられるしかないのか。さあここまで戻ってきたんだけど、この下行けそうなんだよね。地下ブロックの下に行く、そして右に行けば。いや、ガチかしねえな、ここ。行ってみるか、行った。どっかにファイヤー、やった、あると思ってました。そしてここで毒沼当たらないのか、頼め頼め。よし、マジで調子良すぎよ。前回と、前回調子良かったっけ。ここでツタが出てきて上のチェックポイントが取れると、そういうことですね。さあこのままゴールまで進みましょう。皆さん申し訳ない、今日は調子良すぎよね。ピンコイン、あ、ピンコイン1個使ったと思った、危な。ここは当たっていいね、当たって左に行く。行かして行かして行かせんか。あれ、チェックポイント1に戻されてない。さっきチェックポイントに取れたよね。デューンっていう音聞こえたもん、さっき。絶対に。ということはこっから罠が違うっていう可能性があると思います。やっぱりね、右が開くっていうわけか。それじゃあ進んでいきましょう。こんなんしてくるんだったらもうゴール近いと思うよ。ここはブラパが出てくるから注意しよう。なんで今回出てこないの。キノコじゃないよ、僕求めてるのは。今ブラパ求めてたよ。どうせここキノコじゃないといけないでしょ。この上は、ここでキノコを待っておく。このキノコを手に入れてブロックを壊してこの土管に入っていけと、そういうことですね。そろそろエンドロールも近いんじゃないんでしょうか。まずこのハテナを叩く。この P スイッチは取れるのか。取らしてくれないね、何者かに押されたよ。じゃあこの土管に入っていけと。土管に入れませんね、左にも行けなくなってる。制作者よ、僕がいけないと思ってるのか。このくらい行ってみせましょう。かなり一発マリオしてきたからね。ゴタゴタうるせえ、早く行け。シュッ。じゃあここはハテナを叩く。そして何もしない。そしたら誰かに P スイッチ押されるよね。そしてこの、うわ、ブブーなのこっち。いや、こ、あ、入れんね。いや、マジで意味わかんねえ。え、どうすればいいんだろうね、ヒントもないしさ。え、ここ右入れんのか。あ、入れる。え、さっき何やってたんだろうね、僕は。じゃあ、いや、さっき本当に右押しっぱしてたんだよ。それでも入れなくて。最近なんかそういうの多いんだよね。プロコンのせいだよきっと。最近プロコンの調子が本当におかしくって。新しく買い替えようかな。ここは右が怪しい、いや左が怪しい、こっちが正解。よ
ジマジで今日調子良すぎよ。このまま先に進みたいと思います。じゃあここでカロンの甲羅を手に入れて、ここでもカロンの甲羅を手に入れることができる。そしてカメンで、はいはい、来た。やっぱここさ、左下ゴールが隠れてるとかはないよね。多分ね、地下なんじゃないかなと。誰もないじゃねえか。いやこれでさ、クリア率 2% 未満ぐらいのコースは僕にとってはぬるいっていうことが分かったね。でさっきはここカロンのコーラ持ってこれてなかったんだけど、ここでカロンのコーラでガリガリを跳ねて扉に入ればこの先に進めると、そういうことでしょう。そして上の土管は入れないということは、右にゴールがあるんじゃないのか。頼むゴールよ。あ、違うのねまだゴールさせてくんないのね、この上は。いや、ある。全然ある。どう？じらすな、ほんとに。最後の最後に2分の1かな、これは。僕は下から行きます。正々堂々と勝負しようじゃないか、制作者よ。はい。欲しい。どう？また2分の1か。左、恋の保身をしたいと思います。合ってたんじゃないの、これ。2分の1連続成功？今後僕、いやーここは押してみる。今後僕大丈夫ですかね。大丈夫、本当に。オート、何もしないでいいってこと。レベル ELレベルか。アフターハリー、何これ。オートレベルアフターハリー、え、どういうことだろう。っていうかさ、僕思ったんだけど、2分の1を選ぶとこいっぱいあったじゃん、最後に。あそこどっちを選んでも正解だったと思う、きっと。あ、ここ何もしないでいいんじゃないの。どうもありがとうございました。それじゃあ次のコースは一発マリオフィーリング100ということで、この制作者さんですね、最近見つけたんですけど、投稿してるコースが全て一発マリオなんですよ。まあ全部見たわけじゃないんですけど、その中で最もクリア率が高いのがこのコースでした。他のコースは論外だね、難しすぎる。なんでこのコースをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16%。 さあこのコースは一体どんなコースなんでしょうかね。コインを400枚以上取ってからゴール。もうやめていいですか。わけわかんない、なにこれ、全部集めろってこと。いや、しかも10秒しかないじゃん。え、このパンブロックを投げて、あー、わかったわかった、パンブロックを投げてコインを全部集めればいいだけじゃないの。これは簡単かもしんないね。飛んだ当たりコースを引いてしまったぜ。じゃあここでパンを投げる、そして落ちてくるコインを全て回収すればゴールができると、そういうことだと思います。さあ、いけめ。え、全然足りんやん、コインが。なんでだろうね。ちょっとパンを投げて様子を見ていいかな。あー、はいはい、なるほどね。多分画面外に行ってるコインも全部集めなきゃいけないんじゃない。でもね、一番右は無理と思う。砲台が高くて右側に行けないもん。なんで一番左のコインだけ画面外に行かないように、こっからコインを全て集めれば全然簡単じゃねえか。隠しブロックか。いやでも隠しブロックってコインの裏側とか設置できないよね。なんでこの砲台の上が怪しい。はいはいはい、わかった。上の画面外にあるコインも全部落とせっていうことか。なんでパワーブロックを砲台の上から投げる、そして上にあるコインたちも落として、これらを回収すればゴール条件が達成できると、そういうことじゃないね。あと4枚足んないよ。誰か僕の財布から4円取ってきて。わかった、ここからさらに1枚もコインが画面外に行かないように端っこのコインを全て取っておく。そしてこの下に散らばったコインを全て集めればゴール条件が達成できると。さあ、届け。邪魔だパン様。でももうゴール方法はわかったね。もう安心して見てて、多分これでゴールできると思うから。さっきはパンに邪魔されたけど、今度はパンをしっかり避けていきたいと思います。さあ、いけ。これ相当時間シビアだね。パンを投げるタイミングが重要と思う。ムーバークパンだね。これはなかなかいいんじゃないの。さあこれでパン何やって　427枚。
アイデアでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。